た。持ってっとる。よし。食った。めっちゃ持ってっとる。だからいいとこかかってるっていうね。食った。ちっちゃい。はい、おはようございます。ということで今日も岐阜県養老五山川来ました。でまあ今7月中旬、まあ梅雨明けるかなっていう、まあ梅雨でもあり初夏でもありっていう感じなんですけど、まあ今ちょうど午後1時ということで、昼から夕方までちょっと五山川で狙っていきたいと思うんですけど、まあ日中はまあまあ暑い、蒸し暑いっていうことで、まあカバーに魚がつくかなっていう感じで、まあ春からずっとね、ハマってるイモケムシ40のカバーヘビ団、これで狙っていきたいと思います。ということで、まあ基本的にこのカバーヘビ団、ヘビ、カバ団、カバーなんですよ。で、カバーって言ってもいろいろやり方っていうのがあって、基本的に、まあ、増水してたら、水位が増えてたら、手前の護岸のカバーを打っていくっていう反応がある。で、それよりも、まあ、今日いつもより水が少ないな、減水してるなっていう時は、手前に魚が入るというよりも、沖に魚が行っちゃう。ということで、沖の杭とかっていうカバーを狙うっていう感じで、まあ、今回、まあ、水位的には、まあ、減ったり増えたりっていう感じなんで、まあ、その水位に合わせて、狙い方を変えていきたいと思います。ということで、今からひたすらカバー打ちやっていきたいと思います。持ってっとる。よし、でかいんちゃう。頼むよ。イモケムシ40グッサイズ来た。はい、ということでイモケムシ40カバーヘビ団来ました。今は手前のブッシュに打ってて、で、まあ減衰傾向だったからちょっと大きいの杭を狙ってボトムをトントンだったらコンだったってラインがギュー出したっていう。なんでこのイモケムシ40のカバーヘビ団っていうのは、カバーも打つけど、まあ水増えたらカバー打つ、減ったら沖を打つっていう感じで狙うと、こういういいサイズが釣れるっていうね。イモケムシ40熱いわ。はい、イモケムシ40カバーヘビ団グッドサイズ。
イモケムス40カバーヘビだ。今は沖の杭からどうかなと思って入れて食わなくて、でそこのシェードのとこでつるしでずっとシェイクしてて、吸ってテンション抜いたらこのカバーのシェードからドンって出てきて、パクって食ったような食い方。はい、ということで今回やってるこのイモケムス40使った、まあ、カバーヘビ弾なんですけど、まあ、タックル紹介したいと思います。まあ、ミディアムクラスのパワーの竿にフロロ12ポンドで、イモケムシ40で、フックはハヤブサのパワーワーキーガードの2番で、8分の1オンスのシンカーで、これでダウンショットやってます。で、まあ基本的にこの8分の1っていう重さで、まあカバー打ったり護岸沿いを丁寧に打てたり、まあ沖の杭もこのウェイトで狙うっていうのも、なんでかって言ったら、そのテンポよく自分のリズムを作りながら打ちたいっていうのがあるんで、カバーが濃いから重くするとか、カバーが薄いから軽くするっていうわけじゃなくても、8分の1で統一っていう感じなんですけど、まああとは狙い方、まあ1日とか半日やってみて、まあその流れが出たり増水したり減水したり、まあ基本的な狙い方としては、まあ増水したら岸にシャローに魚が入るんで、岸の手前のカバーを打つで、まあさっきより減水してるなっていう時は沖の杭を狙うで、どっちでも反応がない時っていうのは、護岸沿いのシェードを丁寧に探るっていう、まあ3つのやり方があるんで、まあその狙うシチュエーションに応じて、まあアクションなり狙うところを変えるっていうのが、より1匹につながるかなっていう感じです。めっちゃ持ってっとる。イモケムシ40の、まあ、ヘビ弾。カバーじゃなくて、ヘビ弾なんだけど、まあ、ここの護岸沿いの杭があって、そこの間を通してきて、リアクションでパンパン、パンって止めてるときに、ラインがギューってギューってずーっと持ってって、ずーっと持ってかしてフッキングっていう感じで来たのがこいつ。だからいいとこかかってるっていうね。こういうカバーじゃなくても、こういう護岸沿いのプラスアルファなストラクチャーで、このイモケムシ40のヘビ弾やっても釣れます。ちっちゃい。イモケムシ40のダウンショットで、今そこのカバーに対して落としてツンツンだったらクンって入ったような
元気な魚。はい、ということでお疲れ様でした。今日はですね、お昼過ぎから、まあ、夕方まで岐阜県養老五山川狙ってみたんですけど、まあ、日差しも暑かったり、まあ、太陽隠れて風が吹いてちょっとだけ涼しいっていう感じだったんですけど、基本は真夏並みに暑い半日でした。ということで、まあ、今回も、まあ、夏なんで、まあ、個人的にカバーは好きっていうのもあるんですけど、まあ、芋系虫40を使ったカバーヘビだって狙ったんですけど、まあ、水位が増えたり減ったり流れが出たりっていう状況だったんで、まあ、それに状況に応じて、まあ、岸狙ってみたり、岸のカバー、奥の沖の杭を狙ってみたり、まあ、護岸を狙ってみたりっていう感じで、まあ、いろんなシチュエーション狙い方で反応があったかなっていう感じです。まあ、小バス30ぐらいは多分ライトリグやればめちゃくちゃ釣れるんだろうなっていうのが印象でした。ということで、イモケムシ40、ヘビダン、カバーヘビダン釣れるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、お疲れ様でした。